皆さんこんばんは。お忙しい中ありがとうございます。秋津亮太役の西島秀俊です。ついに日本映画もここまで来たかという、リアルな、戦闘シーン、それから深い人間ドラマ、必ず皆さんが感動する作品に仕上がっています。ぜひですね、楽しみにしていてください。今日は楽しんでいてください。ご紹介いただきました第92飛行部分子で牛神シーンを演じさせていただきました戸次重幸でございます。本日お集まりありがとうございます。何ですか。私が演じた蓬莱町という役はミサイル、魚雷、機関砲などを担当しておりまして、発射するときに必ずこう「てー!」声を出すんですけれども、いい声だ。ありがとうございます。私は前編通してほぼほぼこの「てー!」しか言っておりません。いい声だ。大先輩方と今この場に立てていることは本当に嬉しくて、光栄で、そして感謝の気持ちでいっぱいでございます。皆さん、ぜひこの人たちに行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ愛を注いでいただけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いします。みんなの挨拶を聞いていて、何かいいことを言おうと思ったんですけど、思い浮かばないです。みんなの紹介があまりにもかっこよくて、館長とかいいなって思ったら店長でした。やっと順番来た。20歳でこういう世界に入って、まさかいつか自分が総理大臣をやるとは思いもしなかったので、正直お話をいただいた時は戸惑いもあったんですが、こっちの縁に立ってる男も全く違う映画で総理大臣をやってるので、まさか同じ年に。お前その話した俺すっごい話すよ。親父も7回忌が終わったばっかりで、多分三國も草ばかりで喜ぶというニタニタしてると思います。本日は楽しんでいってください。いきなりですね。いきなりですか。そうですね、ちょっと決断手がとはちょっとずれるかもしれないですけど、家庭を持って、子供が生まれたっていうことが僕にとって大きな出来事で、やっぱりそうですね、それまでも考えてましたけど、その次の世代に何を残せるか、今の平和を残せるかということを、より一層、強く感じるようになりました。細々とした絆をよくしてるんです。風呂を先にするか先ビールを飲むかっていうのは本当にいつも悩みどころではあるんですが、いや俳優という職業を選んだからですね。実家は京都酒屋なので、それを諦めてもらって俳優というのは人生最大の絆かなと思います。